視野角リニアモードで撮ってます。 GoPro 13 の中で一番視野が狭いモードになってます。5つあるので、どの視野が一番私の動画に適しているか、5つ載せますので、皆さんね、ぜひコメントでいろいろ意見聞いていただけると嬉しいです。はい、行きます。次は広角モードで撮ってます。2番目に広い視野の広角モードです。いかがでしょうか。超広角モードで撮ってます。歪みが少なくて、前のモデル12の標準的なモデル、私が多用してた画角サイズになってます。次はウルトラスーパービューです。はい、では5番目最後の、なんだろう、ウルトラハイパービューですかね。スーパービューよりさらに視野が上下に広いってやつね。